ファンの前のページですね、会長に就任しました。日本組協会ゆびおです。 YouTuber ゆびおの組チャンネル、ついに登録者数10万人になりました。イエーイ。でこの間盾も届きました。じゃじゃん。全然知識がなかったんですけど、なんか意外と裏面かけるとことかはあるんですけど、みんながこう立てて使ってるからスタンドみたいになってるもんだと勝手に思ってたんですけど、スタンド式になってないなかったからどうやって飾ろうって思ってめちゃくちゃ時間が空いてしまいました。銀の盾は一つ目標にしてたものだったので手に入ったのがとても嬉しいです。それで今日は何をするかというと、10万人企画にふさわしいものを持ってきました。自己紹介第1話でやれよっていう企画なんですけど、多分私自己紹介したことないんですよ。皆さんにグミの人だよねとか、あのイチゴのグミの人ねみたいなのってあると思うけど、意外とみんなは私のことを知らないなと思って、なので今日は自己紹介をします。じゃあね、2万人企画だったかな、書く質問返しっていうのをやって質問に答えたいんだけど嫌な質問が来たら嫌だから架空の質問に答えるっていうのとか、あとはまとめサイトが嘘まみれみたいなのとか、そういうのでちょいちょい情報を出してたけど、ちゃんとした自己紹介っていうのをやったことがなかったので、今日はちゃんと資料にまとめてきました。バン、あいうえおのグミチャンネル自己紹介。一応今日のスライドは9枚のスライドになってます。じゃあ次のページに行きます。名前のページですね。名前あいうえおと言います。名前の由来は本名が愛なのでそこから来てます。神奈川県出身の10月26日生まれ A 型です。次のページ、ここは簡単に経歴をまとめてみました。まず私よく聞かれるんですけど、グミを好きになったきっかけっていうのは、もともとはセブンイレブンで7年間アルバイトをしてまして、ここで火曜日になると新作のお菓子が一気に入ってくるなっていう法則をその時に思って、で水曜日の朝早朝6時9時っていうシフトに入ってたんですけど、そのバイトが結構起きるのがしんどかったりとか、朝ね忙しいみたいなのがあったんですけど、それを楽しみにバイトをしてたっていうのがありまして、その時の当時はお菓子全般が好きでした。ポテトチップスだったり、もうラムネとかチョコとか、もう全般好きだった。中のまあ1個がグミかなくらいな感じが一番始まりです。ざっくりとお菓子が好きだった私のところにとんでもない出会いがございます。2つ目、グミ写真展で日本グミ協会に出会う。これなんですけど、池袋で開かれたグミ写真展っていうのが日本グミ協会主催のものがありまして、写真を見ながらグミ食べ放題っていうのもついてくるようなところだったんですが、当時私結構写真展とか行くの好きで、風景とかスポーツ写真とか、あとはモデルさん入れたポートレートとか、そういう写真ってたくさん見たことあったけど、グミを被写体にした写真展っていうのは斬新だなと思って、いや面白って思ってそれが日本グミ協会との一番最初の出会いでした。で、日本グミ協会がその後冷やしグミパっていうのを開催したんですね。グミパーティー、私たちはグミパって略して呼んでるんですけど、夏ってグミのオフシーズンだったりして、それを冷やして食べようっていうようなところかな、一番最初に私が参加したグミパはなんですけど、まあグミしか食べないような集まりですね。そんなのも日本グミ協会ちょいちょいやってまして、初めてグミパに参加して、その時にまあいろんな人と会って、それで、あ、グミって結構面白いかも、いろんな形があっていろんな種類があって、でなんか結構一個一個について考えてたら、あ、深いかもっていうのが、グミって今までなんとなく新作買って追いかけてたけど、あ、面白いんだなっていうのが、ここをグミパに参加してから発見でしたっていう感じで、まあグミパに参加したりとか、新作のグミ買ったらハッシュタグ日本グミ協会っていうのをつけて発信したりとか、そんなようなことをしてました。で、まあそんな感じの期間が結構長かったんですが、グミってまだそういえば動画になってないかもって思い始めたんですね。そのグミの情報がまとまってここに行けばわかるっていうのが存在してないなって、なんかぼんやり思ってて、あ、そういえば日本グミ協会とか動画もやってないし、あ、なんか写真だけじゃとか、文字140文字だけじゃ伝わらないことも動画にしたら伝わるかもなと思って、動画を作り始めまして、こう動画を作り始めて、私は TikTok からやり始めたんですけど、その3ヶ月後に YouTube を開設したっていうところなんですが、で意外とこれがあの世間とぴったりハマりまして、まあ、ちょうど当時だと地球グミとか、まあ、そういう流れもあったこともあって、あ、みんな意外とグミ好きだったんだみたいなそれから動画活動始めた半年ぐらいで、日本グミ協会の会長が、現名誉会長になられてますね、会長譲るよって言ってくれたので、まあ誰か全く知らない人がやるよりは私がやった方がいいかなっていうところで、日本グミ協会の会長に就任しました。ざっくり言うと
経歴はこんな感じになるんですけど、はい、それから趣味の話ですね。これはまあ意外とみんな知らないかもしれないけど私は趣味なんですかって聞かれた時にまず SNS って言っちゃいます。これはもう今ほとんど仕事も SNS になってるじゃんっていうところはあるんですけど、やっぱ SNS が好きなんですよね。なんか起きてる時間のほとんどは SNS で時間を費やしてます。それから2つ目の趣味は、これも趣味なのか特技なのかみたいなとこはあるんですけど、キャラ弁を作るのが得意です。どのぐらいかっていうと、サンリオのキャラ弁のコンテストがあった時に入賞しましたっていうぐらい、やり始めるとハマっちゃうのと、手先が器用なのとっていうところがあります。3つ目はポケモンマンホール。これはどうだろう、なんか知ってる人いるかな。ポケフタっていうんですけど、これを調べると結構各県にいろんなところに存在していて、で旅行に行った時にこれを見るのを楽しみに旅行をしてます。続いて、じゃあさっき SNS やってるって言ったけど何やってるのっていうところになります。まあほとんどいろんな SNS をやってます。アイコンの下にフォロワー数登録者数を書かせていただいたんですが、基本的にはショート動画がめちゃくちゃ得意だったんだなっていうのを、まあ今自分で見ても思います。まあそれぞれね、そこでしか出してない情報みたいなのも結構ありつつ、いろんなものをやっております。はい、次のページ、好きなグミですね。これはよく聞かれて、現在売ってないかもっていうことも結構ある。全体的にはシンプルでグミらしさを感じられるものだったり、新食感みたいなところを高く評価してる傾向があるなと自分でも思ってます。っていうのが、グミって考えた時にグミらしさを感じられるっていうところと、新食感って真逆のものだと思っていて、新食感っていうのがどんどん増えてる中で、真っ向にグミとして勝負してきたものはやっぱすごいなと思ったりとか、新食感もうお、これをグミでやってきたかみたいなところで結構驚きの点数をつけてたりとかしますね。あとはもう私といえばこのグミみたいなところはあるんですけど、三つ星いちごスカイベリーグミなしては今の私は存在してないくらい、三つ星いちごスカイベリーはちょっと愛したグミなので思い入れが深いです。それから今後の目標について入れさせていただきました。これは結構初期から考えているところ、作りたいグミのうちの一つの案です。文字グミを作りたいなと思ってるんですが、それをひらがなのあいうえおで作りたいなと思ってます。これは自分の名前があいうえおなのもあるのと、あとは言葉の組み合わせって、例えばあいうえおで何が作れるかとか、この形であだねとか、学びみたいなところも入れたいなっていう目標があります。でこれからについてなんですが、これね、メッセージ難しかったですね。もし私が第1回目の回で自己紹介っていうのだったら、これからについてはグミで有名になりますって絶対に言ってました。なんですけど、今もうチャンネル登録者が10万人になって、こういろいろテレビとかラジオとかで出させてもらったりとか、いろんなお仕事させていただけるようになって、まあ、今そのフェーズじゃないなと思って、しっかり考え直しました。もちろん自分が有名になって活動していくっていうのはとっても大事なことだし、まあ、私の今登録者の方って結構女性の方が9割ぐらいだったり、若い女の子は結構知ってる確率が高いみたいなところはあるんですけど、逆に言うとそれ以外の層にリーチできてないので、まあ、そこっていうのは広めていく必要があるだろうなと思いつつ、ただもうここの何万人とかの数値ってこだわり続けても意味ないなっていうところもあるので、私は今考えてるものは、グミをブームから文化にしよう、情熱を持って日々挑戦し続けていますっていう風にメッセージにしたんですけど、タピオカみたいに終わらせたくないなっていうのを思ってるんですよ。グミブーム、グミブームって言って今いろんなところで取り上げてもらったりとか、それでその専門家みたいな形で読んでもらうことも多くて本当にありがたいなと思いつつ、ただこれをブームじゃなくてちゃんと文化としてグミがしっかり根付いて残っていけるようにしたいなっていう風に思っています。そのためには日々も動画を作ることもそうだし、どうやったらもっといろんな人にグミの良さが届けていけるのかっていうところを考えながらグミと向き合っていかないといけないなと思ってます。ということで自己紹介が以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。別に参考になるようなほどの話でもないんですが、あ、こういうことなんだっていうのが一個でもあったらいいなと思いながらやらせていただきました。私がこれから何をやっていきたいのかとか、どこまでできるのかとか、そういうのって本当にやってみないと分かんないなと思ってて、ただグミしか投稿してないのに銀の盾がもらえたこと、こんなに大きなチャンネルになったこと、これは本当に事実だと思っていて、私一人じゃ達成できなかったことだなと思ってるので、いつも応援してくださる皆さんや過去に動画を見たことがある方、一つ一つの積み重ねでここまで来れたなと思います。まあとりあえずしばらくは引退の道は見えてないので頑張りたいと思います。じゃあ今日もありがとうございました。